僕のことを忘れないでほしい。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。本日なんですが、皆さんのユベルというモンスターご存知ですか？懐かしいですね、ユベル。こいつが破壊されるとね、こういう風にユベルダスアブシェリヒリッターになり、でこいつが、まあ、破壊されるというか、ヒードが離れるとね、ヒードが離れると、ユベルダスエクストレームトラウルヒドラケになれるというね、こういうモンスターたちなんですよ。で、環境で NO が最近結構活躍してるじゃないですか。で、NO が活躍している時に思ったんですよね。あれ、昔 NO と相性が良かったデッキあったよなと。それがユベルなんですよ。ということで、今日はですね、ユベルをね、頑張って復活させてきました。めちゃくちゃ頑張って。ちょっとデッキめっちゃ熱くなっちゃったんだけど、活躍させるモンスターはもちろんユベル、そして出す、アブシェルヒリッターと出すエクストリームトラウルヒドラケのこのモンスターたちなんだけども、これだけで勝てるほど今の環境甘くありません。因果切断とかね、なんか、まあ、高画像落とし穴なり月の書なりいろいろあるんで。ちなみにユベルって裏側守備表示でなんかフィールドから離れると効果発動できないっていう最低なんですよ。それも弱いんですけど、この月の書が流行ってる環境で。なので、まあ、今日はですね、まあ、これだけでは勝てないということで、まあ、ユベルと相性が良かった、まあ、役者とかこういう炎王獣と、まあ、ガルドニクス、そしてネフティスというね、もう全部入りの、炎王ネフティスユベルっていうね、このデッキです。かっこいいでしょ。で、新しいパックでね、この炎舞天気っていうカードが実装になりまして、これでガネーシャをサーチしたりとか、ウルフバーグをサーチしたり、バロンをサーチしたりとかができますんで、まあ、これをまあ使っていくっていう感じですね。で、スキルはもちろん我がなユベル、我がなユベルね。これユベルの進化形態が来てしまったら、こいつらが来るとこいつに変身できるよっていう手札のやつね。で、炎王の高騰とかでこいつをぶった切っていくとか、まあ、役者でぶった切っていくっていう、そういう出し方ですね、ユベルは。いつも通りで、防御力がないと、炎王デッキって結構、ワンキル取られちゃうんで、盤面が空きがちなんで。なので、クリボール3枚と、ベール3枚っていう、なんか頭悪そうな防御だをめっちゃ積んで、で、あとは、バロンで、持ってこれるようにも、炎王の吸収。まあ、これはネフティスもね、出せますし、ガルドネフティスどっちも出せますんで、まあ、2枚ぐらいはぶち込んでおきたいなっていう感じで、まあ、3枚入ってもいいんだけど、ちょっと枠がなかったっていう感じですね。で、ウルフバーグ入ってるし、結構横並びができるんですよ、レベル4が。なのでエクシーズモンスターをいっぱい入れてるっていう感じですね。で、ハーピー最近多くなってきてるし、プレインコートは1枚刺しとくと結構仕事してくれますね。はい。で、あと静眼に強い、潜むのも強いかなっていう、まあ、そんな感じのデッキになってます。今日活躍させていくのは、一応ネフティスとかガルドニクスじゃなくて、このユベルっていう予定なんで、はい、あくまでも予定です。やっていきましょう。まだ対戦動画撮っておりませんので、まあ、デッキ調整はしたけどどうなるか分かりません。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、勝てば昇格戦。このデッキで昇格戦いってるやべえだろ。見せてあげるよ、本当の愛を、ね、僕の愛を、ね、僕のターン。見せていきましょう。フィールド魔法発動だよ。これはさすがにでも、これはさすがにでもガネーシャでしょ。これはガネーシャと立てないと映画でしょ。ユベル刺さんねえんだよな。見せてあげる。因果切断一応されても、エクストリームトラウルヒドラケは出せるんですけど、おいで、まあ、かといってですよね。さすがにガルドニクス持ってくるしかないかな。ちょっとごめんなさい、なんか救うとか言いながら、なんかユベル一回も出さずにね勝つとか言うね、ゴミみたいなね展開はね起こり得るんですよね。全然これとか本当はね、バロンでバロン持ってこるのが一番強かったんですけど、まあそれはできないのはしょうがない。さあ、ブルーアイズ側はどういう動きなんでしょうか。モンスターをし、モンスター効果発動。禁止か。これ止めるまであるけどな。これチューナー引けてない問題発生してる可能性あるんですよね、相手。結構意外とこれ止めちゃったらなんか動き止まるしないかな、これ。まあ、ガルドニクス破壊すれば発動だよ。まあそんなにやばいことは起きないと思うんですけど、まあ因果切断やばいですけど、これでなんとかね耐久していきましょう。はいはいはい、 OK です。セットってことは調和が、まあ多分太鼓あって調和あったら打ってると思うんで、太鼓ない説ありますね。これ今効果止めたの結構正解説。さあどうするんでしょうか。はい、場所長。さあ1枚セット、2枚セット、3セット。キモ、キモ、キモ、
ターンエンド。見せてあげるよ本当のアーキドロー。まあでもまあモンスター効果発動だよ。隕石2枚は打てないしね。隕石1枚くらいでしょ打てんの多分ね。で、ガルトニックスか墓地か出てきて、でガルトニックスで全てのカードを吹き飛ばしていく。モンスター効果発動だよ。さあここに何か打ってくるか。あー因果切断はもうしょうがない。これ太鼓あんのかな。よし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 、やはり太鼓はない。完璧な読みだ結果論、結果論。これ初動止めたらもう完璧よ。そしてガネーシャ効果、そうガネーシャの効果によってバロンを特殊召喚していく。見せてあげるよモンスターをトフィールド魔法。これやっぱ発動だよ。出しますか。せっかくせっかくさユベルデッキだって言ってんだからさ、やっぱユベル出さないと。何持ってけばいいんだろう。ガネーシャでいいか。でユベルの効果はもちろん発動していく。さあユベルが破壊された場合、ユベル出すアブシェリヒーターを特殊召喚でだ。殴るべきかそのまま。歴史戦でもいいや。これぶん殴ろう。よしガンを終了するぜ。因果切断だけマジでやめてくれ因果切断だけやめてくれ。フラグを俺に回収させないでくれ頼む今あれだな、エクシーズしてあれかダイヤウルフした方がいいのか。一応いっか。ガルドニックス知らねえだろ多分、さすがにこのターンで多分知らねえから、次のターンまたね、まだしかも子供もまだ ありますし。はいはい、調和の放殺強いね。調和の放殺は強い。やべえ、割っとけばよかったこれ。絶対あれですね、今のは一応エクシーズしてダイヤウルフを出しに行った方がよかったですね。基本的に多分ユベルを信用していています僕は。ユベルはね信用してはいけないんですよこんなモンスター。当たり前に除去されるんで今この環境。お剣士だろう。やべシンプルに強そうで、剣士の効果によってまた太鼓スライルでハンドめっちゃ増えちゃった。いやーこれあー伝説の方ね、伝説の方。了解伝説の方。あれは墓地に送られるとブルーアイズをねサーチするっていう効果を持っております。サンダーブレイク、ま、どっち破壊されてもそんなに痛くないな。サンダーブレイクは別にいいぞ。でブルーアイズ持ってくんのか。なるほど、はいはい。あれ手札はブルーアイズかな。じゃあもしかしたら融合したいのかもしれませんね。まあ、とりあえずどっち破壊されてもそんなに痛くないですね。さあ俺のモンスターの効果も発動させてもらうぜ。ユベルダスアブシェリヒリッターは破壊された場合、ユベルダスエクストレームトラウリヒドラヘンは特殊召喚される。ユベルは破壊された場合、ユベルダスアブシェリヒリッターを特殊召喚でき、そしてユベルダスアブシェリヒリッターは破壊された場合、ユベルダスエクストレームトラウリヒドラヘンを特殊召喚できるのさ。早口言葉かな、うん、融合いいだろう。さあそんなこれってか、そもそも待って、これどうなるんだ。最低これどうなるんだ。あいつもさ確かダメージステップ終了時とかいう効果だよね。ちょっと待ってこいつの効果出まして、ダメージステップ終了時に発動できるその相手モンスターを除外する。えこれどうなるの。これお互いにさダメージステップ終了時の効果なんですけど、これどうしたらどうなるんですかこれ。えこれターンプレイヤーの優先権で俺だけなんか除外されるってないよね。えこれルールわかんないえ大丈夫これ俺生きる。なんか両方とも発動しそうな感じはするんだけど、でももし両方とも発動したら、あれですよ。あやった。え？どうなんのこれ？あでもチェーン組んだ。3000万きたー。歓迎。これ今絶対相手もこれルール確認しに行ったでしょ。これ。さあお相手の方、ハイバー社長よろしくお願いします。トゥエル3倍。行くぞ。俺のターン。なんか。やっぱり結局性がめちゃくちゃいますね。規制かかったとはいえなんか大して目覚めの戦慄が取り上げられたくらいなんで、ブルーアイズはめちゃくちゃいるっていうことが分かりました。よく調和の放殺、さあ初手調和は強い。ちょっとね精霊流だけマジでやめてほしいんだよね精霊流だけマジで。まあでも一応ガルドニック栄えできてガネーシャが召喚できればなんとかなるとは思いますけど、トラップが強すぎて、っていうか調和2回はね結構犯罪だよ。そこそこ
まあでも言うて、まあ断るんでね、サンダーブレイクさえなければ孤島からの、役者破壊からのガルドニクスっていうパターンはできるんで、これどうしようかな。これユベル出してもどうせインガー切断されるんですよね。これユベってもね、インガー切断されるんすわ。きついよな。とりあえずまあ、役者破壊するのは確定 してんのか本当に。いやでもどうせユベルデッキだって言ってんだからさ、ユベルで行くべきだと俺は思うよ。ユベルデッキだって言ってんだからユベル破壊しよう。こだわりポイント。あでこれで ガルドニクス持ってきて、でユベルに除去を打たせるんだったら、もう分かった、あのユベルはね、このバック踏み役ですよ。バック踏み役ユベル出す。アブシェリヒリッターを特殊召喚、そして何？よくも僕の愛を踏みにじってくれたね。炎王獣役者を召喚。さあこれもインガー切断するのか。今でもインガー切断あったら多分インガー切断してくんじゃねえかなっていう気はすんだよな。さあ手札にはサーチしたガルドニクスがあることは確定している。どうするんだいカイバ、バトルフェイス。さあとりあえず自爆特攻をぶち込んでいく。モンスターで攻撃。さあ炎王獣役者が破壊されて、破壊されたことによってモンスター効果、手札かフィールド上のモンスターを一体破壊できる。ちなみに最低の話をしておこう、裏側守備表示のユベルはフィールドから離れても効果は発動できないという最低だ。なんて弱いんだ。なんて弱いんだ。環境に回答札ありすぎるだろ。月の書とかカナディアとかそこら辺とか全部聞きますからね。あとインガ切断も、まあインガ切断は一応次のやつ出てきますけど、環境的にねちょっと弱すぎる問題は発生するんですよね。非常に厳しい。さああとはあの癖カードと、まあでも融合はしてくるんだろうな多分な。融合でなんかぶっ殺してくんのかな。まあでもガルドニクスはねそんなにあの破壊されても痛くはないかなって感じなんですけど、もし普通にクリボールぶん投げて破壊されて役者を特殊召喚するっていう、まあ、スタイルももちろんあるんですけど、まあボール投げればまあいいんじゃないですか、ね、ボール投げて、守ってでガルドニックスを次のターン破壊すればいいんじゃないでしょうか。クリボール、さあクリボールの効果によってお前は守備表示になる。クリボールは最強、やはりクリボールは最強。で、あいつは戦闘では破壊されませんので、とりあえず最強のカードを引いた。炎王の孤島の効果発動。炎王の孤島の効果によってフィールド上のモンスター一体を破壊し、もちろんガルドニクスを破壊。ガルドニクスを破壊し、何持ってればいいんだ。墓地で何がいいんだ。なるほど。ガネーシャでいいか。脳死で。脳死ガネーシャでいいや。ノーシュガネーシャ持ってきて、で天気もちろん発動していく。で天気発動して、これはウルフバーグでいいですね。これであれですね、ダイヤウルフで後ろを割りに行きましょう。後ろ割りに行きましょう。踏みに行きましょう。これが強いですよね。ウルフバーグは後ろのバックを踏みに行って安全にガルドニクスを通すことができると。だからウルフバーグは絶対1枚入れた方がいいと思うんですよね、個人的にはですよ。で役者特殊召喚して、でレベル4のモンスター2体でオーバーレイネットワーク構築。エクシーズ召喚、行きなさい。よくも僕の愛を踏みにじってくれたね。今度はしっかりと僕の愛をお届けさせてもらうよ。全然届かない、全然届かないじゃん。僕の愛届かなすぎ。あ、ライトニングボルテックス、なるほど、強い。ターンを終了させてもらうぜ。そしてスタンバイフェイス、スタンバイフェイス、墓地の炎王神獣ガルドニクスの効果発動。おらーおらー、さああと手札は2枚、どうするんだいカイバー。ふん、1枚セットいいだろう、セットセットいいだろう。よし、あいつチリヒンだぞ。いくか。これ僕の愛を踏みにじってくれたことを後悔させてあげよう。え、これガルドループとネフティスどっちがいいんだろう、わかんねえな。まあでもネフティスの方がかっこいいから、このネフティスブッパガルドニクスからのガネーシャ召喚じゃないこれで。これでバロン持ってくればいいのではないですかっていう話あるよね。
でガネーシャ召喚して、で太鼓の効果はガネーシャで止めると完璧か、完璧なんじゃねえか、完璧だわ、あまりにも強い。で次のターンのスタンバイフェーズ、次のターンっていうか、まあ、自分のターンね、スタンバイフェーズバックは除去させてもらうと、何お、いいのか通すの、それいいのか、お前通ったらバージェストマカラビー、バージェストマカラビー、おー、不幸にできない。カナディア入れすぎじゃない、そんなにカナディアって入ってるもんな、今の聖眼って。これ月末ランク帯、まあ、月末でもないけどな、月中ランク帯特有のなんか最良札、よくわからないトラップカード、魔法カードいっぱい持ったりしてる。これとりあえずガネーシャ効果、そうそう、ガネーシャ効果発動して、これは役者蘇生でいいですかね。で役者蘇生して、とりあえずこれを出す必要性はない。で役者特殊召喚でエンドフェイス破壊されて、役者効果でガルドニクス破壊される。でこれでガルドニクスネフティスループ入りました、終わりです。最初は強すぎる、強すぎる、ガルドニクス、ガルドニクスネフティスっていうね、ループが入ったんで、もう相手はおしまいです。ガルドニクス特殊召喚で、ガルドニクス効果でバックコーンを破壊されて、ガルドニクス効果で特殊召喚されて、次のスタンバイネフティスが特殊召喚されるということですね。終わりです、相手はおしまい、もうこんなものはおしまい。どうするんだろう、ほう大工も知らしい、いいだろう。税関を回収したところで何を出せるんだい、さあどうするんでしょうか。もう融合もつけました、相手はさあカードセット、あ、因果切断だった場合だけちょっとめんどくさいか、いやそうめんどくさいな、因果切断ドローフェイズに耐えるとめんどくさいか、大丈夫だった。さあメフティスの効果が発動、メフティスの効果によって、いやーめんどくさいね、めんどくさいね、めんどくさいけど、そのさハンドなくなるね、それね、ハンドなくなってく。でバージェスもカナディア、なるほど。で残りライフは1300、勝ち、はい勝ち、勝ち、ね、なんかガルドニクス全部どっか行った全部どっか行った。バロン特殊召喚、あ召喚バトルフェイズ、ハイドン、ハイドン、最強かこのデッキ。なおユメル活躍せず対戦ありがとうございました。さあお相手の方、ユーマ君です、よろしくお願いします。デュエル3倍、さあ行くよ、お、反動悪くないぞ、僕のターン、反動悪くない、見せてあげる、これはゾウを召喚、モンスターを攻撃表示、ゾウといえばなんですけど、小さい頃にですね、ダンボっていう皆さんの英語知ってます？6部衆、珍しいな、珍しいな。最近ね、あのノーリミットでね強いな、ノーリミットでね6部衆組んでみたんですけどね、まあ、また動画にしますけど、多分バチクソやべえです、あのデッキやっぱり犯罪的強さ持っておりましたね。シンプルに支援つれない、魔法カード止められるの結構きついんだよな。でしかもシンプルにゾウ、これ上からぶん殴られて終わるやつよ、それあやばいやっべ、でこれは出せば一応壁なのか、壁になる。でダイヤルフで後ろ割ることもできるが、二刀流だとマジでやばい。とりあえず砂時計チェックしていく、光らない、光らない、光らない問題発生、やばいやっべえな、二刀流の可能性、二刀流の可能性、二刀流の可能性、まあ、ちょっととりあえず一回モンスター出してから考えるやつね、これ。モンスターを攻撃表示で召喚だ。二刀流じゃねえわ。二刀流じゃねえのか。なるほど。二刀流ではない。デッドリーシーンか。デッドリーシーンで、支援飛ばしてで、支援の打点抜いとけばいいだろ、これ。モンスターをエクシーズ召喚。あれだろ。ここだから2400だけど、一旦これ支援抜いといて、とりあえず倒して、で、これはあれなんですよ。二刀流ではないんですよ、一生光ってるんで、これなんだろうね、月のショットからだったら打ってると思うから、まあ、とりあえずこれ普通にバトルしていこう、あ、殴れる、なるほど。さあでデッドリーシーン効果、そうこれあれだな、ジンとかだったらやばいな、普通にロックムは究極のドーチャルコーチャーみたいな、やっべやっべ説明しよう、究極排水の陣、
ライフポイントを100になるように支払い、自分の墓地から6部衆をいっぱい特殊召喚できる。この効果によってライフポイントを自称することで4プレイの特殊召喚までつなげる6部衆最強カードなのである。やばいぞ、やばいことが起きそうだ。強強強強強すぎるだろ。でもそれ支援返ってこれでは支援返ってこれだけどあんまり意味ないから。これ何すんだ、やばいですよね。やばいことが起きようとしている、あまりにもやばいことが起きようとしている。あー、ライフポイント回復された。自分自称して回復していく。ライフポイント反復横跳び状態。あー、そっちなんだ、返せんのかな。でもさすがに支援からのこれ縁石飛んでいくとかないですよね。うわー、やってるわこれ、これやってるわ、これやってるわ。クリボールあるよ、俺クリボールあるよ、クリボールある、クリボールあるから。俺名前手札誘発持ってますっていう名前にしてっから、今手札誘発持ってますっていう名前にねしてっからね。クリボールあるから手札に。やばいやばい、ちょっとやめてマジで、マジでやめて、ちょっと本当にやめてください、許してください、許してください、お願いします。ユーマさん、そんなことしてはいけない、そんなことしてはいけない。ああ強すぎるよ、助けて助けて、クリボールさん、どうしてどうしてクリボールないの。遊戯王はドッジボールって言ってんじゃねえか毎回毎回、クリボールぐらい持ってこいってな。すいませんでした。